豆苗、きのこ、それからきくらげとたけのこですね。あとにんにく、水溶き片栗粉、飾り用のネギ、それから塩だれですね。塩だれはまあいろいろあるんですが、まあ日本酒を煮切って中華スープを足して、塩と塩コショウと薄口醤油を少し色付けに入れただけのものです。で、基本的には、全部油を入れたお湯に通して、いわゆる湯通しですね。そして塩だれを先に、鉄鍋で沸騰させて、片栗粉でもう閉じてから最後に和える。だから鍋で鉄鍋であんまり炒めないっていうのが基本的な方向性の炒め物になります。では調理を開始します。沸騰したお湯です。ちょっと油を足します。塩も少々、このくらい。あとは順番に湯通しです。余熱で火が入るんで、さっと茹でるぐらいでいいです。これで湯通しが終わりました。鉄鍋を温めます。これは鶏の皮から煮出した鶏の油ですね。いわゆる鶏油ってやつですね。ニンニクを炒めます。焦げないように。塩だれを入れます。そしたらもう水溶き片栗粉で閉じちゃいます。味を見てちょうどよければ、先ほど移動した具材を、あとは和えるだけです。ごま油を。香りが立ったら完成です。